第5のことって結構考えてたんですか、選手時代は。いや、そこまでは考えてないですけど、でも指導者やりたいと思ってましたね。あ、うん、あ、そのそれは思ってた、それはずっと思ってて、うん、フロンターレでやりたいっていうふうに思ってたんです。まあでもここでやれるのであれば、うん、ここでやりたいなと思ってました。アントラーズではなく、うん、まあやっぱりもう長くなってましたし、うん、そう、まあそういう話もまあ実際にもらってたんで、あ、はい、最初スクールから始めたんです。そうそうそう、本当にもう基礎から。それを基礎っていう言い方をしていいのかわからないですけど、あ、まあ、ちょっと難しい。でも、一番ちっちゃいカテゴリーから。そうだから、うん、だから一番難しかったです。でも自分にとっては、まあ、結果的には非常に良かった経験、はい、うん、今こうトップまでやってますけど、それがその時の経験が一番難しかったな。一番難しかったと思う。っていうのはやっぱりこう、はい、僕らはもう今サッカーを分かってる人たちを教えるだけなんで、やっぱりボールを蹴れない子にどうやってボールを蹴ることを教えるかとか、どうやって止めることを教えるかとかって。僕一番最初だったのは幼稚園生なんで。あ、幼稚園からですか。そうそう、幼稚園から。だからそれこそ言葉も言っても言うことをそんなにみんなが聞くわけじゃないし、うんうん、だからプロで何年やってたなんて関係ないですよ。いや、そうですね、子供にしてもそうだし、親御さんにしてもそうだし、うん、で要は何かっつったら、子供たちに何を教えてくれるんだ、何を楽しませてくれるんだっていうわけじゃないですか。でそこに関して自分のこう力のなさみたいなのはありましたよ。え、力のなさを感じるんですか。なさを感じだって、やっぱスクールでずっとね、例えばアルバイトの子でやってる、はい、コーチの子がね、コーチが楽しませるわけじゃないですか、はい、俺以上に全然もうレベルが違う。もう全然違う。そのコーチがあーって言ってみ、わーそうってなって、こっちはなんか真面目に教えちゃうっていうか、もうちょっといいそうインサイドできる。だからちょっとなっていう感じになるから、まあもう要はこれはもう一緒に楽しむしかないんだなっていう、まあコンセプトがまず楽しむってことだから、スクールは。うん、今までプロの世界でやってて、なんかほら勝負の激しい世界にいて、うん、同じサッカーだけどもう全然違うじゃないですか。そうですね、そういう思いは全然なく一生懸命やれるんですね。ギャップみたいなのはやっぱありますよ、それは当然。いや、もちろん、うん、はい、だけどなんだろう、できない自分っていうものに対して自分の中で笑っちゃうっていうか。わかります。できねえじゃんみたいな。だったらやってやろうみたいな。そうそう、だから結局だからね、そのあ、こういうところ来たらこれでやるしかないなっていうふうにやっぱりなるし。そこちゃんと向き合ってやろうって。まあもちろんそれだってね、自分のその力のなさでね、その子たちがどうなっちゃうかって。だから本当にまあでもサポートだったんで、あくまでその。うん、メインの人がいて、うんうん、そこをサポートしながらっていうか、うん、で最後はもう子供たちの人気者になる。人気者までは行ってないかな。でもまあ楽しくはやってましたよ。楽しくやってて、ただその後にまあジュニアの子を教えたりとか、うんうんうん、あとは自分でクラス持ったりとかして。あ、はいはい、やっぱ自分がメインになるとそれはそれでやっぱ大変ですね。大変でした、うん、大変。何が一番大変でした。スクール生だからやっぱりね、上手な子もいればまだまだ難しい子もいて、だからそこのこうギャップっていうか、はい、ここをどこにどう上手に合わせていけばいいのかなとかっていうのはやっぱありましたね。その経験でトップでも役立ってます。トップではどうなのかな。でも生きないことは全くないですよ、やっぱり、うん、全てトップの中でもそういう、ね、差はあるし、うん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 、なんでできないのかなって考えることもあれば、うん、なんでできるんだろうなって。あ、できないことを考えててもずっと見てても見えてこないこととかやっぱあるんで、これはプロでもそうですけど、例えばボール止めるのもなんでこの子止まんないんだろうとかって言ってんじゃなくて、うん、なんでこいつ止まんのかなとかっていう見方をすると、ああこういう風になってるからかとか。あ、なるほどね、うん、そうやって見ると次教えるときにできない子にこうじゃないっていう感じでは、できてる子はこうだよとかっていうのは教えやすいし、なんかサッカー以外でもいきそう、うん、いやそれはもう全部そうじゃないですか、ね、基本だって俺サッカー以外のことからの方がいろいろあれですよ。何ですか。サッカー以外って言ったら変だけど、うん、こうやって喋ってても、はい、例えば高木さんが、
ああこんなこと言ってたなっていうのが、うん、サッカーにつながることもやっぱりあるし、なんか普通にテレビ見ててもそうだし、うん、え例えばじゃテレビ見ててどういうことがつながるんですか、うん、例えばなんか、うん、この人のこの人に対する気の使い方を、うん、この人は気づいてるのかなとかなんて言うんだろうテレビでなんかそのトークショーみたいなのやってて、そう、 なんかそういうのとかでも、はい、なんかそういう関係性とかで、この多分次にこういう感じで来るんだろうなとか、なんかそういうなんていうんですかねのはあるかもしれないです。すごい俯瞰で結構見てるんですね、そういうところ。なんかそういうのはあるかもしれないですね。人のことめっちゃ見るんですね。じゃあ、あじゃあ見てますよどうちょっとそう思ってあの人ああいう人だなってこう結構分析してるん、うん、見はしますねやっぱり普通に。へー、うん、コーチになってからのこともちょっとだけ聞いていいですか、はい、いろんな監督の下でやりましたよね、うんはいはい、私なんかそれもちょっと思い出話になっちゃうんですけど、うん、高畑監督の下でコーチやられてた時に、はいうん、勝てない時があったんですよ。でなんか轟で試合が終わった後に鬼木さんいらっしゃって、うんお疲れ様ですとか、なんかちょっと勝てないですねみたいに言ったら、自分からもなんか監督に意見を言った方がいいのかとか、いろいろこう考えるところあるんだよねってぼんやりとおっしゃったんですよそんなことをあなたに言ってましたかでも多分その時いろいろこうコーチとしてすごい最初からいろんな大変なこととか考えることがあったんだろうなと思いました。はい、はい、いややっぱなんていうんですかね、はい、やっぱりこうサポートする身じゃないですか、はいはい、どこら辺までこう、ね、伝えるかっていうのはやっぱりその難しさみたいなのはね、うん、多少なりともあったのかもしれないですね。佐藤さんだって俺1年目ですよね。そうです1年目でした。で、ねはい、だから多分気遣ってたんですかでも最初はそうですよね、うん、いやまあそれはそうじゃないですか、うん、でいろんなタイプの監督がいるじゃないですか、うん、J リーグって、うん、でも鬼木監督はもう本当に順を追って監督のとこまで来られたんだなって思います。やっぱりその良さっていうのはやっぱりありますよね。それぞれ良さがあると思うんですけど、絶対あると思いますね。やっぱりそれはいきなりだと発せらんないです。指導できない多分、はい、やっぱりこう子供たちにも、うん、なんだろうこのタイミングでこういうことポンって言わなきゃいけないタイミングで言えるようになってって、高校生のところもやっぱりこう思ったタイミングで言えるのかどうか、でそれのプレーが流れちゃった後であの時どうだったろうって言っても意外とやっぱりこう鮮明には覚えてないんで、うんちゃんと伝える力もそういやそれは絶対つくと思う。もうそれは爆発じゃないですかね。本当にセンスのある人だったらもう本当できちゃうのかもしれないけど、少なくとも俺は多分無理でしたねそれは。経験を積んだことによって、それは大きいと思いますね。なんかそうやって積んでるから自信持って言えるっていうか、それにしても7年間監督されると思ってました、まず。思ってないですよそれはもちろん監督やったことないんだからいや、ほんとちょっとしつこくて申し訳ないんですけどすごいですよね。いやいやだって4回優勝してるんですよ、これ優勝はまあ俺っていうよりみんなですからもうまた いやもうタイミングだから本当タイミング煽るな煽るないやでもそれはそう答えるでしょうし、うんまあ、実際そう思ってらっしゃると思うんですけど、うん、思っていたもの以上のものをつかめたなっていう、うん、そういうものっていうのありますよね。それが難しいところなんですけど、お思った以上とは、まあ、結果的には今そういう感じかもしれないけど、うんはい、言っちゃうとやっぱ全部勝ちたいからそういう意味で言うとそうではないんですよ。そうか、うん、7回優勝してないと嫌なぐらいですよね、うん、やっぱり勝てるんだったら勝ちたいし、うんうんまあ、もちろん全部が勝てるわけじゃないからどっかでこう納得しなきゃいけない、まあ、いつもそうじゃないよなとかっていうのはあるけど、でも一番こう先頭で携われるわけじゃないですか、うんうん、チームを動かせる立場だから、うん、って考えたらやっぱりまあ、悔しい方が多いかもしれない、うん、めちゃくちゃ負けず嫌いですもんねいやいやみんなそうでしょうけど、まあ、鬼木監督分かりやすく出ますよね、まあ、そうですね。そこはなんだろうね、そういう風になってるんですよ